晩は。今日はですね、ちょっと僕マーケットサーチのですね、スクリーニングの条件を、パラメーターをまた広げ直してですね、もう一度自分のやり方にちょっと戻ろうということをやってるので、ちょっとご紹介してみようかなと思ってビデオを作成しております。具体的なパラメータはですね、これなんですけど、僕、この自分で作ってるですね、このスクリーニングがあって、できるだけこう広くマーケットを見るっていうのを僕は好きでですね、やってるんですけど、その条件っていうのは単純に ETF をまず外して、1銘柄あたりの価格が8ドル以上にして、あとボリュームがある程度あるものにして、で、EPS は0以上。で、ただそれだけと。もうそれだけの条件です。それに加えて、ちょっとこれデータがあまりにも多すぎると、マーケットサージがクラッシュするんで、99以上の、インダストリーグループなんか99以上の分と、それ以下の分に2つに分けてるという、ただそれだけの条件にしてます。それで今見れるのが、812銘柄プラスの1140ですか、大体1900とか2000ぐらいの銘柄をざーっと見てるんですね。それを見るときはこの iPad のアプリを使って見てるんですけど、ちょっと時間がかかるかもしれないんです。さっとですね、どういうふうに見えるかっていうのをちょっと皆さんにご覧いただこうと思ってます。多分こういうこれデイリー、ウィークリー、マンツリーっていうのを横につな、あの広げてるだけなんで、多分これマーケットサーチじゃなくても他のチャートシステムでも多分同じようなことができると思うんですけど、僕はただこういうふうなやり方をしてますっていうのをお見せしているだけで、特にこのやり方がいいよとか 正しいよとか、そういうことを言おうとしているわけでは全くありません。ですね、なんでこれが一番強いものから、これ一応インダストリアルグループランキングで順番を並べ替えてますんで、グループランキングは強いものから弱いものに並べ替わってます。それで見ていくと、SMCI が一番初めに来るんですけど、で、こういう時に僕が見てるのは、マンツリーとウィークリーをほぼ、この2つだけ見てます。デイリーっていうのはあまりにも簡単にフラクチュエイトするんで、そちらはあんま見てないです。で、こう、パッとマンツリーとウィークリーを見た時に、これはいいチャートなのかというのだけ、ざっと見てます。それでいくと、ここは今50日下切ってるんで、ごちょごちょかなっていう感じ。デイリーはいいですよね、非常にこう、50日よりも上にあってコンソリデートしてる。これいいなとか、ロジテックは下行きそうだなとかですね。これも横横ですね。ゼロックスは下。コーサーゲーミングって読むんですかね、これ。思いっきり下でしょ。これはもうすぐこうスキップですよね。エムコアっていうのはこれ知らないんで。でもビルディングやメンテナンスのカテゴリーなんで知ってても多分書けないんで、ほっとくと。こういう感じでですね、こうサラ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 ってこう、見てってるんですよ。特にこういうビルディングとかっていうのは、こう上がっててもなかなか書けないと思うんですよね、こういうのって。大体楽天とかにないですからね、こういうの、銘柄自体が。結構なスキップしながら、こうやってザーッと見ていくわけですよ。これでこうザーッと、オラクルながらね、ですね、こんな感じですよね。見ていっていて、僕が今日お伝えしたいのはですね、要は、こういうのを見るのって、要はデイリー、ウィークリー、マンズですから、マルティプルタイムフレームですね。違ったタイムフレームで、チャートがこう右肩上がりに、3つとも右肩上がりになっているものっていうのをこう探していってるんですけど、僕の場合。実はそういう銘柄って、こういうふうに、サーチのパラメータをバーッと広げて見ていくと、実はそんなにないっていうのがわかるんですよ。要するに、単純にこう、これなんかそうですね。右肩上がり、右肩上がり、右肩上がり。
こういうふうになってる銘柄っていうのを大きなパラメーターから探していくっていうことをすると、もうこの時点で結構銘柄が絞れるんですよ。まあ、僕今さーっとさっきやったんですけど、大体今40銘柄ぐらいですね、ざっくりですけど、僕の目についてるのは。でもこういうのは外してますからね、こういうビルディングやヘビーなんとかっていうのはね、これ知らないやつはちょっと外してるんで。まあ要は結構そういう、あんまりこう、ブレスって言ってこう、なんて言うんです、あんまりこう幅のない相場になってるっていうのはよくわかりますよ、これで。もうごく一部の銘柄だけが上にぐん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 上がってる感じ。あとはこういう横のもんだったりとか、これ横でしょ、もうどこにも行かないよね、これね。とか、まあ、これ上にゴールドできましたね。もうこれはシルバーかな。まあ、こんな感じね。で、こういう下に行ってるやつね。こういうのも結構ありますよというのをですね、見ていただいた方がいいのかなと思ったりしてます。いや、詰まるところ、ほんとごく一握りの銘柄が上に引っ張ってるっているっていう、そういう相場ですね。で、ブレスが悪い。詰まるところ多分、スモールキャップとかミドキャップっていうのは、もしかするとまだまだ時間がかかるかもしれないなと。っていうのを僕はこれ見てて思ったりします。見てください、これ。あ、これはゴールドオンで違います。一瞬クーグルかと思ったね。こうやって見ていきますよね。この辺とか、これ何ですっけ。これなんか、ガスかなんかを運ぶ船かなんかじゃなかったですけど、これ多分。ちょっと忘れたんですけど、でも。In offshore marine transportation of overhauling repair of diesel engines。まあちょっとよくわかんないですけどね。ディーゼルエンジン、まあよくわかんないけど。でもなんかこういうコモディティ系の船のやつが上に上がってってるの、これ。しかも利益もバーって上に上がってってる。さあ、これはインフィニに対してどういう意味なんでしょうかと。とはちょっと思いますよね。例えばこれ、スターバルクですね。スターバルクってこれもまたタンカーがなんかでしょ、これ。なんだっけ。タンカーですよね。で、これ実はですね、あんまり言っていいかどうかわかんないですけど、デイビッドがこの間の IBG ライブで先週だったかな。これ紹介してましたよね。こういう銘柄っていうのは、要するにこう、まあ、数字がすごく悪い、先行きがものすごく悪い時に、こういうシクリカル銘柄っていうのは、株の方が先にターンする。で、後からアーニングがついてくるということなんです。要は通常とは逆の動きをするんで、気をつけてくださいと。もしこういうシクリカルに入りたい人がいたら、そういう見方をしてくださいって、デビット言ってましたね。いや、もうさすがだなと、もう本当経験者が語るっていう感じのコメントだなと思ったんですよ。直近の動きは悪いですけどね、これね。どうなってるのかなと思いますけど、まあいいんですけど、もう入ってないんで、どっちにしても。次こうやって見ていくと、多分まあいろいろそういうので見えてくるんですよ、こう。ガーミンがまだ頑張ってるんだ、これ。あれじゃあ、時計のやつ、あ、違うんか、これ。あ、失礼しました。あ、いやいや、ガーミンですよね、これ。あれでしょ、ガーミンでしょ。GPS の、随分頑張ってるんだ、これ。まあ、持ってないからいいんですけど。まあ、もうこういう感じで、そもそも結構下がってるね、これ。でしょ。まあ、カバは随分頑張ってますね、このレストランブランドね、これ。これはすごくいいじゃないですか、これなんか。レストラン随分強いので、ウィングも強いし、チポーレもいいですよね。シェイクシャックもいいですよね、これ。テキサスロールハウス。知らないんだけどね。でもいいですよね、チャート。ドミノピザいいでしょ。だからこういうレストランはいいなとか思うわけですよ。今でも勢いがあるというやつですよね。ケイクは随分横横ですよね、これ。まあ。要はレストランの中にも上がってるものもあるけど、あんまり上がってないものもありますというやつですよね。まあ、それはレストランのね、経営によるし、売ってるものも違うだろうし、あらら、なんかたまにこうなるんですよね。マックがなんか長期では右上なのに、これ、直近ではゴーンと下がってきてるんですよね。
まあ今ちょっと少し跳ね返してますけどね。まあ一部のこういうのってショートされる。短期的には非常にこれショートされるセットアップですからね、これ。50日に上に当たってて、ここも完全にショートですよね、これ。まああとは、ちょっとこう見ていくと、まあ要はわかるでしょ、こうなんか、結構横、右下みたいなのが多いんですよ。スタバもこれ、この間ボギー取れたやつね。なんかこの辺のピザ屋さんも下に落ちてるね。シャックインザボックスも下行ってるし。まあよく、理由はわかんないですよ、僕全然。ファンダメンタルよく見てないんで。だからこれチャートをこうやって見ていくだけで、だいたいこれって、この辺まで見てくださいよ、これ。右肩すんごいこのスイング。最近バーッと上がってますよね。これでも、だいたい外国の、要はアルゼンチンの銀行ですよ、これ。これどこの銀行かわかんないけど、同じで、フォーリンバンクスですからね、これ。これもね。で、なんか起きてるよね、これね。いや、アルゼンチンの例の大統領の、なんかごちゃごちゃってやってるやつだと思うんですけど、ニューバンクも言ってるでしょ、これ。ブラジルですよね。まあ、こういうふうにこう、結構広いパラメータで見ると、悪いやつもいっぱい入ってくるんで、要はどこのこう、セクターが今上に走ってて、どこが右下に行ってんのか、どこが横なのかで、こうやって見えてくるんですよ、これ。かなりの感じで。まあ、その中から僕の場合っていうのは、そのあくまで、デイリー、ウィークリー、マンツリーはこう右肩に上がっているやつ。で、まさに今から上がりそうなやつっていうのを探してるんで、基本的には。これなんか来てますよね、SCC を。カッパーですよね、サザンカッパーですよね。これなんかいいんで、こういうのだけウォッチリストに入れてってるんですよ、単純に。もう本当ただそれだけなんですよ。これ FCX ですね。これもいいでしょ。これ見てこれ。これ今まさに過去の、最高値を上に切るかどうかってとこまで来てるでしょ、これ。こういうやつですよ。CCJ もね、上行ってるし。でもこういうの見ると、本当こう、インフレっちゅうのは、いやなんか皆さん結構インフレって大丈夫だみたいな、こうね、おっしゃられてると、そういうニュースを見たりするんですけど、ん？と思いますよね。なぜじゃあ FCX とか、サザンコッパーとか、CCJ とか、これ右肩に上がってってんのというふうには思いますよね。ど素人ながら。テックとかね。なんでこういうふうに上がっていくのかなと思いますよね。まあまあ、それはちょっと僕は投資素人なんで、それ以上何とも言えないんですけども、いや、それ以上何もないですからね、僕の頭の中に。ネットアップいいですよね、これ。すごいいい感じのベースで。僕、この間買いました、これ。ちょろっと。すんごいイニシャルポジションだけ小さく買いましたね。いや、なんかいい感じだなと思って。こういうやつですよ。こう、右肩にこう上がっていきそうなやつですよね。ただそうやって見てるんですよ、僕の場合。これなんかすごいよね、これ。この真上に上がってってるからね、これ大丈夫、これ本当に。まあいいんですけど。まあパウエル一遍ポキッと折りましたからね、どっかでね。なってるでしょ、ガタガタガタってこうやって。まあまあ、でももう一発上に行くのかもしれない、これ。この辺ね。この辺だけ例のあれですからね、AI の、データセンターへの冷却システムのやつですからね。そういう需要ですからね、これ。そういう需要をまさにこれがわーっと表してる感じになってますよね。まあ、他にはなんか、いや、こういうふうにですね、こうなんか気づくとこがないかなとか思いながらこう見てるんですよ。本当、ただそれだけなんです。いや、僕の場合はその、なんていうんですか、本当、ウォーレン・バフェットみたいに、分厚い本を2万ページの本を1枚1枚こう、読んでったりすることができない人なんで、まあ、やったとしても、僕何回かでも日本の四季報とか昔読んでましたよ。年間購読とかしたりして。でも、全然頭の中入らなかった。正直な話。全く頭に残らなかったという、そういう悲しい思い出があるんで。いや、僕の場合は、まあ、そういった意味で、本当、頭の、脳みその構造がそっちに向いてないんだと思ったんですよ、単純に。なんでまあ、僕はこうやってチャートをこう見てた方が、
むしろそのチャートの良し悪しはもうパッと見た時にすぐ分かる人なんで、じゃあそっちの方がこうマーケットの状態把握しやすいというか、その方が自分に合ってるなぁと思ったんで、まあ常日頃からこういうふうにやってるんですよ。まあ非常にシンプルな方法ですけど、じゃあもしそういうね、皆さんの中でもこう、いや自分もバフェットみたいにファンダメンタル分析やりたいと思ってもなかなかうまくいかないなとか思ってるような方は多分、いや僕みたいなやり方したらどうですかって言ってるわけじゃなくて、いやただこういうやり方もあると思いますよ的なとこですよね。多分こういう株式投資のやり方っていうのは決して一つじゃないというか、いろんな方法があるので、それはもう本当自分の、まあ、能力に合うというか自分の脳みそに合うというか、自分のまあね時間とかあるじゃないですか、やっぱ働いてた時間がないとか、そういうのに合う方法を自分でこう見つけ出すというか、そういう方が多分大事だと思うんですよね。まあ僕はもう僕の個人的な感想としてただそう思ってるだけで、いやそれが本当に正しいかどうかも分かんないですけど、まあそうベラベラ喋りながらですね、こうチャート見ていくわけですよ。まあこれちょっとそんな感じでこうざーっと下見てたということで、でも今こうやってスクロールしてるだけで200ぐらいいってるでしょこれ。でもそんなにないんですよ、こう自分の目につくやつが。これいいなっていうか、まあ NVIDIA はね、いいですよね。こう横に行ってて、こう、すごいなんか綺麗にベースを作ってる感じがしますけどね。だけど要は、あくまでその、たくさん、こう、なんていうんです、いい銘柄セットアップしてますっていう環境ではなくて、ごく一握りですよ。でも、ごく一握りでも40ぐらいありますよ、僕が探す限り。だけど、その、買い物がないかっていうと、全然そんなことないんですけど、でも数は少ないですよね。そういう状態じゃないかなと思いますよ、見てて。ちょっと、じゃあ、この弱いものから見ていきましょうかね、これ。これだけ今一番、あれ？でもこれ反対になってるな、これ。反対になってない。100から出てるな。101だから。あ、そっかそっか。100で、じゃあこっちをひっくり返せばいいの。これどうですか？これで、これでもまだ100になってるの。おかしいね。まあいいか。まあ、ちょっとよくわかんないんですけど、これ多分、だけ今真ん中から下に下がっててるっていう状態になってると思いますね。だけ100ですね。グループランキング100から下の197まで強い方向から弱い方向に見に行ってるというチャートの並びになってますね。でこう見ていくと、まあこの辺ね、まあ割といい感じかもしれない。このフロアンデカーね、これあれでしょ、家のね改装したりするときに使う会社ね。これローズもね、まあ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 ね、ホームデポートね。ちょっとここが深すぎるよね、これね。これアンテロですね。アンテロリソースってこれあれでしょ？天然ガスの会社で、ね。これすんごい上がってるの、これまた。なんか、何なんですか、この形はこれ。ちょっとよくわかんないですけどね。バーンと上がって、また、ここでバーンスして、またこう上に行ってるんですよね、これ。でも、例えばさっきの話で、また戻るんですよ、これ。アンテロっていう、これ天然ガスの会社でしょ、これ。アメリカの。それがこう来てるわけでしょ、これ。それって、インフレにとってはどういう影響なんですかね、とはちょっと思うんですよ。こういうの見て、あららら、なんでこんなのかな。例えばこれ。これメスエメラジーって、いや、何かわかんないけど、多分これもうガスなんでしょ、どうせ。なってるでしょ、これ。ファングマって右上行ってるでしょ、これ。どうなんかね、と。とはちょっと思いますよね、ふとね。いや、まあ、ど素人の感想ですよ。だからといって、インフレがもう再加速するとかって言ってるわけじゃなくて、いや、ただただ素直にこうチャートを見てた時に、すごく幅広くですね、
これエネルギーが随分なんか右肩に上がってねえかこれという感じのことをふと思うんですよ。これ EOG ってなんだっけ？ EOG もガスだっけ？これもなんかこれすごいベース作ってる感じになってる。なんででっかねと。まあかといいながらこう下がってるやつもありますけどね。だからちょっとミックスな感じだなと。まあ、これね。何これ。まあ、わかんないですよ。僕は全然本当マクロ分かってないんで。もうマクロに関してはもう本当完全に、泉さんのノートに頼ってる状態ですからね。すごい優秀で本当助かってます、ね。素晴らしいと思います。あとはどうかな。まあ、この辺ってもうほぼほぼ横横っていうのはわかるでしょ、これ。まあ、これなんかちょっと右肩に上がってくるけど、これ見てくださいよ、これ。どこにも行ってないよ、これ。何年？1、2、3、4、5、6年間横横ですよ、これ。どうなんかね、このね。いや、どこにも行かないパターンね、これ。まあ、なんで、もうわかるでしょ、こう、横を見ていくと、これだけの数見ていくと、要はその、綺麗な右肩上がりで今から上にも行きそうだ、みたいな。目があってそんなにないですよ、これ今ね、数が。まあ、要はそうやってやってるんですよ。ただ、そうやってやってますよっていうのをこう、お伝えするだけのビデオでございます。まあ、ちょっと僕がさっき選んだ、まあ、明日ももう一回やろうと思ってるんですけどね、これ。一応選んだマイリストで、フォーカスで見てみると、今こんな感じかなと思ってるのが、まあ、ウェザーフォードですよね。ちょっと直近落ちてますけど、IoT は相変わらずいいですね、ビューインってね、これ。なかなかまた、過去最高を追っかける展開で、いいですよね。で、Google もいいですよ、これ。チポーレもいいよね。で、アファーもここになんかがっつりマイナスいったんで、でもこれどうかなと思って、さっきもカンファレンスコール聞いてたんですけどね。でもなんか、カンファレンスコール聞く限りにおいては、そんなになんか変な感じじゃないような気がしたけど、まあ、まだ持ってないですから、僕これ。まあ、どうなんだろうなとか思いながら見てますけどね。まあ、でも、ボリューム高く思いっきり売られてるんで、ちょっとやっぱり、マーケットの反応としては悪いなと。あと TTD はなんか割といい感じだと思うんですよ。これもさっきまでカンファレンスコール聞いてたんですけど、なんかなかなかこう聞き甲斐のあるコールだなと思って。いや、またもや何だったっけな、なんかそのクッキーの話だったり、まあアップルがやったなんとかボックスっていう話だったり、なんか CEO はすごく熱くなって語ってましたよね、これ。要は我々の出番はまだまだあるんだみたいな感じの話だったんで、うーん、そうなんだとか思って。聞いてましたね、これ。まあ、あとは、まあ、先週とほぼ変わってないんですね。まあ、ノープもなかなかこう横横に行って、こういう感じにベースを作ってる感じになってきてますけどね。まあ、ガーミンね、M3。まあ、この辺はちょっとあれですからね、ターンアラウンドですからね。まあ、本当にターンするかどうかわかんないね。全然持ってないですからね、ここの辺ね。まだこう見てるだけというか。なんで、ネタは僕の間ちょっと変わったのね。シェイクシャックもなんかいい感じだと思うんですけどね、これ。ハンバーガーね、確かに美味しかったし。これバーの出し方もいいですよね。買われてる時から高いしね。まあそんな感じですかね。まあ、ハーシーはちょっと特別なケースだけど、これ今ちょうど200日を上に切ったんで、これはね、結構ダウントレンドをちょっと上に切ってきてるでしょ、これ。で、もしかしたらここでターンするのかなと思って見てるんですよ。だからハーシーっていうのは基本的にこれチョコレート屋さんですから、まあ、この間までカカオか。カカオの価格がすんごい上がってたのが今ドロップしてきてるんで、確か今ちょっとバウンスして上に上がってますけど、そういった意味では彼らとしてはそのコストが下がればまた儲かるはずで、ハーシーに関しては確か今の段階で結構アンダーバリューの
状態なんで、いや、もしかしたらターンするかなと思って、そういった意味で入れてますね。カーブはね、さっきのレストランのやつね、いいですよね。NVIDIA もいいし。これ、あ、NVIDIA、これあの、いや、ヴァンガードの、これはボンドのやつなんですけど、ちょっとたまたまなんかで読んで、いや、これをちょっとウォッチしとくのが面白いかなと思って、ボンドがね、買われたらこれが上がってくるんで、債券が買われたらですね。まあ、ただそれだけの理由で入れてるという。ディズニーね、これ僕持ってるんですけど、ディズニーはこの間だけ、なんかね、しくったんでしょ、これ、計算かなんかで。で、バーンって売られて、この辺で僕は半分ぐらいカットしました。とりあえずで、ちょっとさっきまでカンファレンスコール聞いてたんですけど、ちょっとよく分かんなかったんで、まあ、ゆっくり考えたいと思います。まあ僕の場合クッションがまだ全然あるんで、この辺で買ってるんでですね。で、今ここで緑でサポートされてるんで、チャート的には。で、もう半分はカットしてますから、まああと残りの半分をどうするのかっていうのは、まあチャートと相談しながら、まあカンファレンスコール何回聞いたんですけど、ちょっとよく分かんなかったんで、まあ、あとチャート見ながら判断しようかなと思ってますね。まあ今すぐ決める必要もないかなと思うんですよ。だって確か売り上げがそんな少しでしょ？あれちょっと待って、どっかあるかな、あれ出てくるかな、これで見てみよう。いや、これはもう多分決算が悪かったら売りなさいって、ひろしさんが見たら怒られるパターンですけど、これ見ると5月7日ですよね。で、アーリング1.21。で、予想が1.1で、ここはビートしてるわけでしょ。で、レベニューが22.11の予想に対して22.08ですから、0.03ビリオンですよ。足らなかったね。そんなにこれ、ダメかね。まあ、要は0.1%マイナスね。どうですかね、これ。でも聞いたけど、そんなによく分からなかったの、僕、正直に。なところ、これ、そんなに悪いですか。だけど、ちょっともうこれは、まあ、半分はカットしたんで、まあ、ちょっと様子見かなと。まあ、この辺でもう一回ね、まあ、ちょっとこう、完全に折れてますけどね、ここね。折れてるんですが、この辺でちょっともう一回ベースを作るようでは、またコードするしますし。いや、これはもう完全に崩れてガタ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 行くんだったら、もうどっかでカットしないといけないし。まあ、そんな感じですよね。そんな感じです、ディズニーは。まあ、いいです、いいです。まあ、いつものことですから。でも、大体こういうターンアラウンドのケースで、大体こんな感じになること多いですからね。いいんですよ、それはそれで。だけど、デールなんかはいいと思うんですよね、これね。だけど、MU もいいと思うんですよ、これ。いや、この辺僕は入ってもいいんじゃないかなと思うの。でもちょっとボリュームがあって、いつものね、僕のボリューム病みたいなのがあるんで、ここもね。でもなんか悪くない気がするんだけどな、この辺。まあまあ。このゴーダディっていうのははっきり言って何の銘柄か分かってないんですけど、これ確か3日ぐらい前に IBD ライブにあるマーク・ミネルビーさん出てたんですよね。その時に彼が随分これ押すんで、でも、ゴーダディって、会社名がゴーダディでしょ、これ。ちょっとなんかまあ、ちょっと、笑かそうとしてんじゃないかな。でも、いや、もう本当会社のこと知らないんで、そう思うだけかもしれないですけど、ちょっとね。まあまあ、でウォッチリストにただ入れといたっていうやつ。これニュートリエンは、これ、ちょっと真面目に、これターンするんじゃないかなと思ってるんです。いや、てのが、これもさっき、今、ここちょうど200日上に切ってるでしょ。いや、これでパカーンと下にやれるケースってあるんですけど、でもボリューム見てくださいよ、ここで。しっかり上に立ってるんでね。で、ここで、まあ今はエクステンドされてま、してますから、ちょっとこうセトルした時にもう一回行く時に買ってもいいんじゃないかなと思ってるんですよ。理由は、これはもう今日カンファレンスコール聞いたんですけど、なんか中国で売り上げがまだ戻ってきてるっていう話になってるんですよね。で、まあ、フードセキュリティとか言ってましたけどね。要はそういう、食料危機に備えるみたいなやつを多分。で、ね、ポタッシュっていう化学肥料をしっかりこう確保するということで、需要が中国の方から需要を持ってきてるっていう話なんで、あ、
あ、そんなことがあるんだなということで、面白いなということで、これ見てますよね。ニュートリエンいいんじゃないかなと思って。またメリーはね、なんか随分絶好調だね。ブラジルのね。ブラジルのアマゾンですからね、これ。結構作文で、まあ、バークシャーはね、バフェットの声を聞くたびに、これはもう、思わずワッチリストに入れてしまうという、本当病気みたいなやつですけど。で、APPF もね、割といいんじゃないかなと思うんですよ、これ。あえてチャートから見ると、これ、ベース作ってるでしょ、これ。まあ、確かに、これです。あんまりにもチョッパラウンドしてるんで、どうかなと思うことはあるにしろ、でも、随分チャートとしてはホールドしてる。で、DE もね、なんかこれ、ここのベース見てください。ここ何ヶ月横横行ったの、これ。こう来て、上に上がって横横ですからね。こういうのは悪くないと思うんですよね。まあまあ、いや、どうなるかわかんないで、ただ見てるだけなんですけどね。本当素人ですからね、僕ね。あまり真に受けないようにお願いしますね。これ聞いたときに。まあ、台湾戦もこんなことはいいですね。ちょっと上に飛んでるんで。なんか60%、ね、AI 向けの、なんか半導体の生産が上がってますとかっていうのを見させていただいて、あ、そうなんだと思って、いや、僕もまあこれもうすでに売っちゃってるんですけど、多分この辺で撮ってるんで、まあどうしようかなと思って見てたとこなんでですね。でもいいですね、ボリュームもこれ青が立ってて。まあそんな感じですね。まあトーストもね、レストラン向けのソフトウェア随分うまくいってますっていう。このデジタル資産はまああんまりどうでもいいんですけどね。で、ALB、リチアムね。リチアムは、これもなんかなんとなくこう、まあ、ここでちょっと、ここで買って、ここで売ったっていう、なんか見事な、こう、短期トレードをかましてしまったやつなんですけど、まあ、そういった意味で、なんか今、ごちゃごちゃごちゃとして、もう一度、こう、上に行こうとしてんのか、でも、ここでまた、頭から叩かれるのかっていう感じで、ちょっと見ておこうということですね。ちょっと、デジタルオーシャンもこれ消していいかもしれないね、これはね。これ消しておきましょう、これ。まあ、そういった具合で今これ45個、45個ウォッチで見てますんで、だけどそんなにこう目につくものがないかっていうと、そうでもないんですよ、これ。だけど、まあ探してもこのぐらいしかない感じ。いや、この辺ちょっとカットしてくださいね。この辺は気にしないでいただいて、ただ見てるだけっていうやつなんで。だけど、まあ、そんな相場に僕の目には見えてますという、ただそれだけのビデオを作らさせていただきました。皆さんご清聴ありがとうございます。長らく長いビデオになったと思いますけども、皆さんご清聴ありがとうございます。もし何かこうご質問等あれば、いや、多分ないと思うんですけど、またコメントの方にご記載ください。どうぞよろしくお願いいたします。それではありがとうございます。